ウィリアム・ジーレットは、アメリカ合衆国の舞台俳優、演出家。シャーロック・ホームズを演じたことで知られ、インバネスマントや、氷炭型パイプなど、ドイルの原作にないが、広く、一般に浸透しているホームズのイメージは、多く彼の脚色による。コネチカット州の上院議員の息子として、州とハートフォードに生まれ、最初の舞台は、実家と交際のあったマーク・トウェインの口利きによる、 ものだった。しかし、その演技は大いに認められ、1881年には自作の舞台で主演するまでの成功を果たす。ジレット自身は、ホームズを演じることになるまで、この巧妙な名探偵の名を知らなかった。ある新聞で、ドイルがインタビューに応じて、ホームズを舞台化するなら、ジレットの主演が良い、と語ったのがきっかけだったが、このインタビューは、記者のデッ上げだったとされている。 ちょうど、ホームズの舞台化を企画していた、ブロードウェイのプロデューサー、チャールズ・フローマンにとっても、ジレットは適任に思えた。フローマンから、ホームズ役に指名されると、ジレットは当時出版されていた原作と関連書籍を読み漁り、各編中で言及される、ホームズの人物像を巧みに一本の戯曲の中に盛り込むことに成功した。儀曲化に取り組むジレットと、フローマンの推薦によって、 彼を信用していたドイルとの以下のような伝報のやり取りが有名である。ホームズを結婚させてよいかん結婚させるも殺すも好気にされたし、吸い口の大きく曲がったパイプを採用したのはパイプを加えたまま長ゼリフができるという理由とされる。また、ホームズのセリフとして有名なエレメンタリーマイリアー・ワトソンは、 背中の曲がった男のセリフ、エレメンタリーを改変して取り入れたものである。これをベージル・ラスボーンが映画で多用したことで定着したというのが定説である。また読者からの人気は高いが、出番の少ないジェームズ・モリアーティ教授の登場場場面を増やすなど、後のリメイク作品にも影響を与えている。ジレットはイギリスとアメリカで合計1300回、ホームズ役として舞台に上がった。 イギリスにおいてはエドワード7世国王夫妻も感激に訪れるなど舞台は花々しい成功を収めた。アメリカにおけるホームズの挿絵画家フレデリック・ド・スティールがジレットをモデルにしたこともあってホームズ・ジレットの図式は完全に広まった。ジレットの舞台でホームズの球児であるビリー・少年を演じたのは子役時代のチャールズ・チャップリンだった。ラスボーンら あとの多くのホームズ俳優がそうであったように、やがてジレットもホームズと自分を同一視されることを疎ましく感じ始めた。しかし、ドイルやラスボーンがそうであった。舞台俳優としての引退は1910年だったが、1916年には映画で、最晩年の1935年の82歳の時にはラジオでホームズを演じている。アメリカのシャーロキアン団体。 ベーカーストリートイレギュラーズの最初の夕食会にも、ホームズ自身として招待された。ジレット城ニューロンドン郡ライムにあるジレットの邸宅。1913年、おばの名をつけた、ハウスボート、アントポリー号でコネチカット川を航行中にこの地を見つけ、敷地184エーカーを購入。1914年から丘の上に現在、ジレットキャッスルと呼ばれる自邸を建設。 敷地内には鉄道を廃した。ジレットは1919 19年から亡くなるまで、ここで暮らし、19、ジレットはアントポリー号の乗務員に、日本人の尾崎幸隆を雇った。幸隆は、尾崎幸雄の弟で、幸雄と共に1888年に渡米以来、アメリカで暮らしていた。幸隆の人柄や働きぶりを気に入ったジレットは、自身の衣装係として、 ゆきたかを劇場に同伴し、また出自として、友人として40年間進行した。ジレットは、ゆきたかの住まいとして、ジレット城の麓に2階建ての小さな家を用意し、ゆきたかはロバに乗って、そこから、ジレット城や、郵便物を取りに、町の郵便局に通った。ジレット没後も遺言で、敷地内の使用を許されたので、亡くなるまでその家で暮らした。雪高の家は、 現在もフェリーターミナルの近くに残っている。ジレットは1912年に東京市長の尾崎幸雄がワシントンに桜の木3000本を送ったのを新聞記事で読み、明治が同じことに気づいて雪高に訪ね、兄弟であることを知った。幸雄もジレット城を一度訪ねている。AB ジレットキャッスルギレットキャッスル、ハット ABCDEF ジレットキャッスル、A ヒストリー、 エイリック・オフダーング、アルカディア・パブリッシング、2017年6月5日、第12章、小崎幸きありがとうございます。